何を騒いでいるんだ。そうか。悪いが外してくれないか。もしかするとお前たちに迷惑をかけることになるかもしれない。黙って席を外してくれないか。わざわざ何の用だ。そうか、予想できることだったからな。お前はどこまで知っている？2年前のあの事件を。マイナミス星ちゃん。そうか、あいつと話をしたのか。お前には何も分かっちゃいない。お前がどれほどのことをしたのか、あの子の思いをどれほど踏みにじったのか。犠牲者は2人だ。お前が彼女に手を下したのと同じだ。何も分かっちゃいない。お前は昔からそういうやつだった。お前があの時と同じ行動を取るなら。そう言ってまた誰かを巻き添えにするつもりか。お前が考えを改めない限り、そして責任を取らない限り、私はお前を許さない。
キル、邪魔するな。引っ込んでろ、キル。私はこの男と決着を。何？これで関係者は揃ったわね。始めてくれる？舞波君。当時管理局から通達を受けた私が調べた限りでも、桐代君の魔力の上昇が異常であることはすぐに分かったわ。桐代君はあなたにとてもよく似ていたの。そう、姿形も、そして性格も。あなたと桐代君の違いがあるとしたら、彼が得意とし依存したものが魔法だったのに対し、あなたの場合は音楽だった。ただその一点だけでしょうね。そう、
お前はあの人に似ている。確かにお前はあの人に似ている。だけどお前はあの人じゃなかった。お前の生き方、お前の価値観、あの人とは全く違う。私にはそれが。違う、そんなんじゃない。あ、私は それはできないわ。桐代公はもうこの世にはいないのよ。ユキちゃん、貴様、この子、助けて、お兄ちゃん。
君、聖女。話して私が変わるから。まだ麻酔症は残ってるんですけど。それがどうかしたの、桐代さん。さっきの化け物みたいなの、きっとこの麻酔症のせいかなんかですよね。ええ、多分そんなものでしょうね。だったらこの麻酔症の力を封じちゃえばいいんじゃないんですか。ダメよ、聖者君が人質になっているし、もし異空間に囚われているとしたら、あの化け物の力なしではこっちの世界に戻ってこれなくなる可能性もあるもの。ええ、でも何かいい方法があるのか。聖者さんが消える直前に中庭に来いって言ってたんですよね。あそこなら罠張れますよね。